りゃ負けんぞ俺は。7番後ろ出てますね。この左の奥の方、追いつかみ島の方向いての流れになっておりますね。大体2キロ前後、上はもうそれぐらいでやってみてください。では行きましょう、7番吉田屋渡船さん、ありがとうございます。どうもっす。はい、今回久々に日振りの方やってきました。そうですね、まあクレが釣れ始めるっていうのが、まあ上はね、この日振りの方から。下は太平洋側の浅清水の伊佐。まあ、大体あの辺からね、釣れ出すという感じですかね。ちょっと偵察がてら、日振りの方、やってきました。7番という人になります。一旦7番、前傾どうぞ。7番、前傾になります。はい、あちら、船着きになります。で、磯自体はね、まあまあ、大きなやつですね。で、今、ちょっと、大潮の満潮から今、引きに入ってます。ちょうど追いつかみ方面向いて結構速い潮が流れてるんで、とりあえず東側の先端に釣り座構えております。はい、7番の東側先端釣れます。今足元こんな感じです。まあ大潮なんでね、ちょっと潮位が高いです。まあうねりはねさほど気にするほどでもないですね。ただ今この筋分かります？これガーってこういってるんで、こっから光潮でこう狙うもんか、こっちの本流こう流していくもんか、まあもしくはちょっとね、ここちょっと潮緩いんでここ狙ってみるか、はい、まあいろいろ試していきたいと思います。さあ釣れてくれよ。こんな感じ。今日はもう大潮からもう引き一本の潮なんで、まあそれにね対応できたらなと思います。ということでね、目標はまあ40出たらいいんじゃないですかね、うん、まあちょっと難しいとは思うんです。じゃあ今回日振り7番よろしくお願いします。では本日のタックルでございます。いいね。よいしょ。悪くないね。はい、今二キロ弱。はい、リサーチしていたしました。ちょっとこう入れたらちょっときましたね。そうですね。はい。まあいいでしょ。よし、ちょっとこう本流順にこう持っていかれた、その本流順のちょっと下、うん、下へちょっとこう 入ったあたりかな。ちょっとラインがパッとこう張ったんで、ありがとうございます。
34サギですね。まあいいでしょう、上手でしょう、はい、まあこいつも数釣れれば楽しめますね。はい、ありがとうございます。モンスター級が来てくれ。ゴロー、俺は出さんぞ、うん、出さんぞ俺は。なんだなんだ、なんかあんま引かんぞ。お、まだ痛いか。よっしよし、いや、ええでしょ、痛気に。おしゃのんじゅ見た棚でね。はい、まあ同サイズでしょう、イサギ。はい、追加しました。ここでねグレ来てくれたら嬉しかったんですけどね。まあいいでしょ。あ、気づきました、ノボス、こっちグローブもビリビリなんで、あの左で募集してますんで、よろしくお願いします。当たりやもんな、これ。なんか叩きになるのか。これなんかモンズマっぽいやけど。なあの、わかないわ、これつむぶりってやつ。これ何言うか、これ、わかなってやつですかね。まあ、引きは楽しいですけど、こいつも行っちゃう、多分上、上層から中層にかけての餌取りなんでしょうね。ってこいつは俺の指、食い一中気よ。こいつを持って帰る。よしよっしゃ、俺の指を食い一中。いや、ちょっとこの若中平政の子かちょっとわからないんですけど、48かな、え、48マサ、いや、わからんです。まあまあその辺です。まあ、引きが楽しかったですね。はい、いや、本命がちょっと一匹欲しいところなんですけどね。はい、目標40ぐらい目指しましょう。はい、ありがとうございます。おりゃー、負けんぞ俺は。おい、開けんぞ俺は。またあれや、またあの若菜がね、なんかこっちの魚かけたらこの丘へ走るね。
今日はなんか五目釣りやねん。グレのカメラやったねー。だけだ、巻きましたよ。ちょっとね、キャストポイントをもうちょっとこう追いつかみ方面にちょっとずらして、まあ数頭でモンズ巻きました。本命のね、まだグレの顔見れてないんですけど、まあその中でもなかなか嬉しい一匹です。あらっす、ふー、ね、先ほどまあスマ釣れたんですけど、ちょっとねこっち方面でまあ餌がまあ落ちて、ちょっとポイントも変えてみるのも大事かなと思いましたね。でまたこっちやってみて、ダメならまたこっちへ切り替えてみて、いろいろやった方がいいです。いろいろやっていきましょう。そういうことです。30あったらまあ持って帰ってもいいですかね。まあ餌取りですね。あまり深くしてもいかんですね。やっぱ蓋広ちょっとぐらい、まあ、あとちょっといろんなところにキャストしてみてやってみたいと思います。まあ朝から行ったらねちょっと潮が緩くなったんで、まあちょっと釣りやすいは釣りやすいですね。あとは食ってくるか、そこです。頑張りましょう。よいしょ、よし、まあええでしょ。上等イサギ、約2キロ。はい、イサギ、まあ同サイズですね。まあこれはこれで OK です。ちょっとまだねグレッケがないんでね、なんとか頑張りたいです。引き1本でずっともう追いつかみ方面流れかなと思ってたんですけど、今ちょっと反対に変わったんで、ちょっとキャストポイント変えてみました。でまあちょっとまあ蓋広弱、はい、一応魚身捉えることができたんで、まあ本当でしたらもうあと半キロぐらい上でねグレー壊すことができたらいいんですけど、はい、まあちょっといろいろ考えながらねやっていきたいと思います。まあ上手でしょ。よろしく。何かしらこう当たりが出るような感じです。まあ、ここでちょっといいサイズ何か釣れるように頑張ります。コッパオナガがだいたい2キロで、その下をちょっと探ってこう打つなんで、ここのあれですよね、俺にそれを求めたち俺は無理、わからんもん。もっともっと強いのにゃ。
踊り。よいしょ。この棚で戻りとかだ。もうちょっと浅い棚。ふたひろよりもっと浅い棚よね。こっち向か。こっち見てください。背が気になっちゃうからね。これ狙って釣れたようなもんじゃないんですこれ。通りすがりの口部引っかかっただけです。まあ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 ええでしょ、ね、こんなこともありますよ。こういう事故も。コッパオナガの中からなんとかこの口部を釣ることができたんですけども、ここに刺さってましたからね。さっき、まあ、これはちょっと実力ではないんですけど、運が良かったということです。40グレとはちょっといかなかったんですが、32グレです。はい、ちょっとねグレの活性がねない中よう引っ掛けたと思いますよ私は。よし、はい、ではこれはキープしておきます。まあ実際ちょっと棚深いのも、もともとってなったら当たったんで、もうちょっと晴れすってなってもいいかもしれない。これは早い、いつかな、これよし、なんかこれ早いぞ。まあまあこれ悪くないぞ。コッパか、コッパやけど30あるぞ。まあまあ早かったぞ。よしよし、これは30絶対ある。おっさん、また背中とか やめてくれよ。よしよしよし、ほんまに一キロ半ぐらいで来たんで、もうこれ確信ついた当たりだったんで、よし、これをなんかヒントにね。やっぱこうダメな時は見切って塩を変えるべきですね。36グレですね、はい、あと4センチ足らないんですけど、いやもうこれはもう狙って釣った嬉しい1匹なんで、はい、ありがとうございます。狙って釣ったような感じですね。わりかし深くない。コッパか、ゴリ巻きやん。よいしょ、何だろうか、29。うわ、いやもうちょっとこれこいつ一応ちょっとキープしちゃっていいっすかね。ちょっと血出てるんで、ちょっとこいつはお持ち帰りしたいと思います。よいしょ、イサギか、またイサキや、オンパレードやな。こいつがオンパレードしてます。それはそれで嬉しいですけど、こいつもちょっと追加していきますね。嬉しい。見ることはできたんですけど、まあ課題としてはもうちょっとグレが釣りたかったのと、まあでモンズマカーのワカラみたいなやつで数発来たんですけど、かけた魚はもうなんか確実に取れたですね。まあイサキは申し分なかったです、はい、まあまあまあ言ってもまあそれなりに楽しめました。でね、あと大潮の引きだったんで、ずっともう一本釣りかなと思ったんですけど、でやっぱこうフラフラしてね、まあ、ちょっと釣り座変わって、まあイサギとグレ拾うことできたんで、いた釣果見てみましょう。はい、本日の釣果です。イサギが11ですね。で朝一のカワハギ
で途中ね何回かこういうあたりがあったんで、こいつかこいつかのあたりがあったんで、まあそれぞれ1匹ずつね釣ることができました。でグレがまあ言って大きいやつこれ36とかやったかな、これこれですかね、36とか、あとまあ30とか、まあ30ちょっと切るやつとか、うん、そんな感じですかね。まあね、まあ竿曲げれて楽しかったです。もう少しグレの顔が見れたらなとは思うんですが、まあ上等でしょう。はい、こんな感じです。はい、上等でしょうね。まあグレもね、その目標としては40センチっていうのはちょっと出なかったんですが、まあまあ36ぐらい、まあ釣ることできたんでよしでしょう。はい、ヒブリもまだちょっとムラがあるのかな、まあでもこれからと思います。はい、ということで今回はヒブリ7番で磯釣りやってみました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね。はい、ではご視聴ありがとうございました。